はい、こんにちは。前回ね、等加速度直線運動っていう運動をやりました。で、まあ、積分法の応用ってことで積分法を、使うことによって、まあ、具体的に言うとその台形の面積を求めるという、まあ、幾何学的な側面に注目した方法によってその等加速度直線運動の公式を求めたのでした。で、まあ、ただ等加速度直線運動ってそんなの、何なのと、結局ねそんなのどこでお目にかかるのっていうお話で、まあ一番身近な例としてね、実はこういうのがあります。重力中の物体の運動ってことで、例えばなんかこのチョークをこう僕の上に放り投げましたと。でこの時のチョークの運動、実はこれ等加速度直線運動です。あるいはなんかこう坂があってね、坂の上にこうボールを置いてこいつがこう転がっていきますよ、まあ、この転がっていく運動も実は等加速度直線運動になります。なんだけど、まあ今回はすごく簡単な場合としてこの上下方向だけの運動っていうのをちょっとせっかくだからね、応用として扱ってみようかなと。まあちょっと積分の応用例から離れるんですけどね、その等加速度直線運動ってどんなところで使えるのっていうのを知りたい人向けに、はい、やっておきます。だからまあ純粋に微分積分やりたいっていう人は、まあ、この授業はちょっと飛ばしてもらっても結構ですけど、まあ、興味がある人は見てください。で、まず復習としまして、今回すごく重要になってくる式があります。それがこれです。ニュートンの運動方程式と、まあ、これ前微分法の応用例のところでやりましたね、はい、加速度と一緒にやったと思うんですが、はい、これは何だったかというと、その加速度、力と加速度の、間の関係式です。で物体に、ある力が加わってた時にその物体がどれぐらいの加速度で運動するかっていうのを与える式であって、つまり力が分かれば加速度が分かると、そういう式ですね。で具体的に言うとこれです、はい、F イコール ma、超シンプルですね、はい、F イコール ma、 こんだけです、ね、なんかこの式をなんか宇宙人との交信をするのにこの式を書いとけばいいんじゃないかとかこう言ってた人がいて、まあ、これを知ってるということだけでこう文明のレベルがある程度わかるとかね、そんなことを言ってた人がいたんですが、なんか本当かいって感じですけどね、はい、まあそんな F イコール ma です。で、記号の意味を一応復習しておくと、はい、まず F、左辺の F は物体が受ける力、ね、物体が受ける力で、まあ、これ単位ニュートンです。で、その時にですね、まあ、物体の加速度運動するわけだけれども、まあ、その加速度が A ですね。物体の加速度が A。で、それからこの比例係数になってる M っていうのが物体の質量。ね、まあ、質量ってまあ簡単に言うと重さみたいなもので、まあ、キログラム単位で測るんですが、まあその F と M と A がこういう比例関係になってますよという式ですね。簡単に言いますと力と加速度が比例してますよと。だから物体はその加わった力に比例する大きさで加速度運動をしますよっていう、まあ、そういうことだと理解してください。でこれが非常に重要です、ね、なんかこれに限らず物体の運動を考えるっていう時にはいつでもこの式が出発点です、ね、はい、いつでもこの式から出発して物体の運動を求めるっていうことになっていきます。なので、まあ、今回はその等加速度直線運動の応用であると同時にこのニュートンの運動方程式っていうのの、一つの重要な応用例にもなっているわけです。というわけでね、それはどうやって使って使えるのかっていうのを、見ていこうと思います。で、今回のその、題材といいますかね、まあ、これ今説明したのがそのいわば料理の道具だったわけですけども、包丁だったわけですけども、その、まあ、料理の素材がこれですよ。今回はね、重力です。はい、重力、まあ、特にその物体が地上で受ける重力っていうのを、はい、扱います。で、物体が地上で受ける重力の大きさっていうのはどうやって表されるかというと、はい、この式で表されます、ね、はい、これは重力専用の式です。さっきの F イコール ma は、 ma はいつでも成り立つ式だったけれども、これは重力の式です。いいですか、ね、重力っていうのはこういう式で表されます。つまり、今、仮にこう下向きが地面だで普通はね、で上向きにこう運動の軸
運動を測るための X 軸をこう取っていると思ってください、ね、そうすると下向きに、物体は力を受けるわけです、ね、物体は下向きに重力を受ける。で、その重力の大きさっていうのが、はい、F イコールマイナス MG ということで、まあ、ちょっとこの頭についてマイナスは置いといて、はい、MG って書いてありますね。でここで G っていう新たな、ものが出てきたんですけど、これは重力加速度って呼ばれる、まあ、定数です、ね、定数で値としてはだいたいこれぐらいの値を持ってるって言われるんだけれども、はい、まあ、ちょっと今の時点ではこれすごく謎の物体だと思うんですけども、皆さんからすると、まあ、後でね、なんでこんな名前なのかっていうのが分かります、まあ、今はとにかくね比例定数だと思ってください、ね、まあ、とにかく G っていうのは何かの定数なんだよと。で、重力っていうのはその、まあ、絶対値だけで言うとね、大きさだけで言うとその、物体の質量 M かけるこの謎の定数 G で表されるわけです。いいでしょうかね。 F っていうのは重力っていうのは質量かける何かの謎の定数で表されるんだけど、その頭に今マイナスがついてます。なんでマイナスかっていうと、今言ったその向きの問題ですね。これは単なる向きの問題で、その運動の軸を上向きにとっている場合、つまり上向きの運動を正だと思っている場合に、その力の方向っていうのは下向きだからですね。でそういう時にはマイナスをつけるっていう、まあ、そういうものだと思ってください。ここではね、こうするとうまくいくんだと、いうことで、ちょっと物理の詳しい話はそこまでしていられないので、ちょっとまあとりあえず、軸の向きと反対向きだと力はマイナスっていうふうに表しますよと思ってください。いいでしょうか。まあとにかくこういう式で表されるわけですね、重力っていうのは。で、これが表されればもうあとは全部分かっちゃいます。あとはただの数学です。いいですかね。で、どうやって求めるかっていうと、はい、ここから物体のその鉛直方向、鉛直っていう言葉あんまり聞き慣れないかもしれないけど、まあこの縦方向ですね。要は地面があったら地面に垂直な方向ですよね。まあ今この単にこう垂直に投げる運動を考えているので、まあこういう鉛直方向の運動を考えると。で、その時に、実際どうやって求めるか、まず加速度を求めますね。はい、さっきのニュートンの運動方程式、いいですか、はい、物体に働いている力と加速度の関係、こいつに今具体的な、はい、重力の、式 F イコールマイナス MG を代入します、ね、2を1に代入しますと、はい、まあ、すごく簡単な式なので、まあ、多分メモっている人はすぐできると思いますが、はい、代入した結果がこうなります、はい、マイナス MG イコールですか、マイナス MG イコール MA、まあすごく簡単ですね。 何ですか、 F イコール MA に F イコールマイナス MG を入れただけだから、まあ普通にこうなって、でここから直ちに加速度が求まりますね、はい、M を両辺にこう消してあげれば、はい、A イコールマイナス G、まあ、我々の目的はまあ A を求めることですから、とりあえずはね加速度を求めるわけだから、とりあえずこれで第一段階終了ということで、まあ、これを算式としておこうか、はい、ということが分かりました。で、まあ、これでまだめでたしじゃないんだけれどもね、物体の運動が求まったというわけではないんだけれども、はい、これがとりあえず非常に重要な結果です、ね、なぜ大事かっていうと、つまり加速度っていうのが、はい、マイナス G って出てきましたね。つまり、はい、さっき言ったようにこの G っていうやつは定数だったわけですよ、ね、この G っていうやつはよいしょ、黄色で書こうかな、はい、定数です。はい、っていうことなので、要するに A が定数なわけですよね、A がつまりどんな量にもよらない定数ってことは、当然時間にが経過しても一定ということで、これはつまり何を意味しているかっていうと、重力中の運動っていうのは常に等加速度ですよと、等加速度直線運動になりますよっていうことを言っているわけです、ね、まあ、ただしその垂直にこう投げ上げてたりとか、垂直の運動だけですけれども、直線になるのはね、まあ、とにかく等加速度だっていうことが今この計算によって
単純な計算で明らかになったということをまあここで書いておきますが、はい、重要な一つの結果として重力中の物体運動っていうのは、加速度マイナス G ですね、まあ、つまりあの加速度の方向が下向きなので、ね、あの上方向に例えば上方向に投げるとそれがどん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 減速していくっていうね、まあ、そういうことで加速度が、マイナス G の等加速度直線運動になるよっていうことが今分かりました、はいね、でまあここまで来たらあとはすごく簡単なんですよ。なぜかというとこの等加速度直線運動だってことが分かればその時の運動の公式これだってもう前回やっちゃってるので、ね、はい、前回もこの式は出してしまっているのであとはただこれに入れるだけです。はい、もうただ入れるだけっていうもう3分クッキングみたいな話ですね、はい、というわけでこの丸3式あの加速度の式を、はい、この公式丸4に代入しますと、こうなります。まあ、本当にすごく簡単な本当にただ代入するだけなんだけれども x0 プラス、はい、v0t プラスあプラスじゃないですね、はい、ここ符号は注意してくださいね。ここ今あの加速度マイナスなので引くことの2分の1、はい、GT の2乗、はい、ということになります。まあ丸五式とでもしておきましょうか。まあこれが今回の結果ですね、はい、まあ、本当にただ代入しただけなんだけれども、はい、こういうふうにして、これが重力中 の, あの物体の運動です、はい、重力中の物体の運動がこういう式で表されるということが今分かったわけです。あとはこの、運動を決めるためにあの必要な量ですね x0 つまり一番最初 の, あの1初期1と、この v0 一番最初の t イコール0での速度、ねまあ、t イコール0での速度のことをよく初速っていうんですけど物理では、はい、初速ね初速が分かればこの2つが分かればあとはどんな時にでも重力中の物体運動が求まるということで、まあ、あのこの式求めて終わるのもなんなので、まあ、例題を一つ、ね、出しておきました、まあ、こういう問題が解けちゃうよっていう話ですね、はい、というわけで例題読んでみると、はい、物体を初速 V0 イコール 10m パーセカンドで鉛直上向きに投げ上げたと、まあ、鉛直上向きってそのままこう上向きですね真上にこうやって投げ上げましたという時に、物体は初めの位置 x0 イコール 0m、 まあ別に初めの位置 x0 ってこれあの測り方によるので好きな測り方すればいいだけなので、まあ、最初にこう手離した瞬間の高さをあの x0 イコール 0m っていうふうに置くと便利ですよね、まあ、だからそういうふうに置きましたっていう話です。で、そこから比べてですよその手離したところ の, あの高さから最高で何メーター上がりますかという問題です、ね、で、まあ、ここであの必要な量としてこの G ですね公式にこの G っていう値が出てくるんだけれどもこいつがあの、まあ、さっきだいたい 9.8 とか言ったんですけれども、まあ、切りよく 10メーターパーセカンド2乗としましょうか、ねまあ、これあの加速度と全く同じ単位なんですが、まあ、あの10としておきましょう簡単にねとして、求めてくださいという問題です。で、例によってその回答は PDF 資料としてね添付しておきます。で、まあヒントとしましては最後にね、ヒントとしまして結局これ最高で上がる高さ求めるっていうことはこの関数 xt 1、まあ、上向きに x 取ってるわけだからこの x の最大値求めるっていう問題ですよね。この t の関数として表してあってその、まあ、t の二次関数になっているわけだけれども二次関数の最大値を求める問題だということなんだけれども、まあ、物理的に言うとその最高に到達した時に速度がゼロになっているっていうのがポイントなんですね。つまり、はい、上に上昇して上昇して上昇している時は上に速度持ってるから速度正で、で最高地点に到達して下がってる時には下向きに速度持ってるわけだから速度負ですよね。だからその間のちょうど最高到達地点のところではあの速度はゼロになってるはずで、速度がゼロってことはつまり x をこれ微分ね、x ダッシュ x 微分したものがゼロになってるっていうことです、ね、でこの事実を使うと簡単に解けると思うので、まあ、やってみてくださいということですね興味ある人は。
というわけで、まあ、今回はこの辺です。あとちょっと言い忘れたんですが、重力加速度っていう言葉の意味はこれです。ちょっと持ってもらっていいですか。A イコールマイナス G っていうことで、はい、要するにこの符号を除けば、まあ、この G っていう定数がそのままその重力中の物体の運動加速度になってるわけですよね。だから、まあ、重力中の物体の運動は常にこういう値の加速度を持った運動になるわけで、その時の要するに重力中の物体の運動の加速度だから重力加速度っていう、まあ、そのままですよね、はい、っていうことで、まあ、そういう名前がついてますと。で当然単位も加速度の単位を持ってるわけです。いいでしょうかっていうお話でした。それでは、まあ、今回は重力中の物体の運動の話をしました。で今回でその積分法の例はおしまいで、次回からは微分と積分の関係の話に入ります。それでは今日はこの辺で。 See you soon.